これの、これでいいの？これ押して大丈夫です。選びますよ。ちょっと不安ですよね、もうね。はいの上か2番目の2番目、あ、こういう風に分かれてる。はい、そうですね。それをちょっとパッと選んでいただけこれ、はいはい、さて、やるか。はい、はい、実際ボスってすごい強いんですけど、アシストとかうまく使うとよろけたりとかして倒しやすくなるので、はい、さっき僕が使ったアシストが多分ボス戦でも役に立ったので、このままちょっと戦闘開始していただければなと。戦闘開始、はい、アシストがキー。ここから皆さん、ね、あの見たことないバトルが見れると思う、うん、え、これ初めて。なるほど。あの PV ではチラッと見せてますけど、実際初めてです、はい、うわー、やばい、汗かいてきた。プレッシャーが。じゃあ戦闘開始にしましょうか。そんじゃ戦闘開始だ。ジロ強いよね、絶対。あの正直ですよ、めちゃめちゃ強いです。だから、やばい、弱かったら皆さん怒りますよ、うん、まあ、そうだよね。そりゃそうだよ、それはそうなんだけど、はい、ただほら、なんかちょっとあのデモンストレーション用に少し弱く設定するとかさ、はいはい、そうすると本編もそうだと思われちゃうんで。リンさんがすごいなんか強くなってるとかない？あの一応ちょっとは強いです。あのただ、さっきの僕と同じレベルなんだと思う。はい、わちゃ、かっこいいですね。かっこいい雰囲気ありますよね。いいじゃない。ジロ長はあの、はい、遠くから離れていても居合抜きっていう形で斬撃飛ばしてくるので、基本ガードをうまく使うっていうの。ガード、はい、ガードどれ？ガードは L1 です。 L1、 うわ、来た来た、うわー、詰めちゃめちゃ詰め寄って居合で詰め寄ってくるんですよ。逃げろ逃げろ。えだがおめえさん、わわわ、今ちょっとステージ上にボイスを抑えめにしてますけど、実際はちゃんとあのこのセリフが、ボイスでちゃんと聞けるようになりますので、え、あの新規収録させていただいております。やばい、しまってしまって、サポートガード、アシストは L1、 あ、R1 ですね。ここは任せてください。全然後ろです。新パチ、新パチ。ちょっとうまくアシスト使える、いい感じにガードをしますね。はい、よいよ、パグラちゃん、めっちゃ詰めてくるよ。そんな攻撃どいてろてめえ。近いのね、近すぎ、近すぎ、近いのね。あとはエリザベス使うしかないですね。ちょっと雰囲気壊しますけど、もうそんな状況。ちょっと離れてエリザベス、行け、よしよし、シュールですよね。めっちゃ防御されたんじゃないか。あ、でもあれ確定できますか？確定できるんじゃないですか？確定できる。いや、ちょっとやばいやばい、全然ジロチョス読まない。でも一応あのこれなんとボス戦ゲージ今結構半分減らしてるなって思うじゃないですか、はい、実はあの黒玉がもう1個出てくるんですよ。なのであのもう1回回復しちゃうっていうぐらい強いんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、これ あとは外、はいはい、にあるゴミ箱とかを倒すともしかしたら体力回復されてるのか。いや、新発全然使えない。いや、使います。ちょっとその発言には本当覚醒ランプ使えるんじゃないですか、これ。もう一回や、もう一回、はい、覚醒ボタンを押すと全力でいけ、てめえをぶった切る。覚悟はいいな。来た来た来た、お、倒した。あーでもこれカウンター落ち、いやいや、はいはい、あ、倒してないですね。ピンチ完全、いや、あの、はい、いけ、いい感じに削ってるんです、だいぶいい。演出もいいね。倒した？あ、いや、もう、やばい、なんか、もう、はい、何？ガードしてた今。実はジロ挑戦ってこのゲームの負けイベントなんですね。何だよそれ。そうだった。なぜかというと、銀玉はご